ほら、ここを突き抜けて出てきたわけですわ。なるほど、なるほど。こいつの代わりにこいつを。なるほど。じゃあ戸澤さん、すみません、今日のメニューをちょっと、はい、今日のメニューはですね、はい、説明お願いします。これが23式 の、 あの軍事車両になっております。すでにもうあの退役になったんですけど、一度退役になったんですけどもね、あの戸澤さん、今日はどちらに行くんですか？成り行きでどっか行くらしいですよ。分かってますけども、どれ、うん、あ、ダメ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 、あの、どの辺で様子がおかしかったんですか？坂は登る、あの、赤木の、うん、赤木の坂ですか？あ、でもちょっと音変わったなと思ったら、はい、遠く行った行った。こういうものが見つかりましたので、あのこいつの代わりにこいつをあのこの中にちょこっと乗せまして、この23式をですね、あの復活させたいと思います。エンジンがないと広いですね、この中は。はい、はい、これちょっと邪魔なんですけどね。よいしょ、よいしょ、ああ、ウォートポンプに行きます。それができるはずだったんですけどね。先生の僕をやっつけてあげるから、は寝てから言ってください。これはこっち回しですか？こっちです。こっちか。嘘、あ、まずね、詰まってるから。これもうオーリングじゃなくて 何リング？これなんかワッシャーになってますね。ワッシャー、これが本物だよ。これさえやっとけば、もう閉まるか安心ですね。変なプレートがあるんだけど、はい、で本当に手がちっちゃくて器用な人はやれるんですけど、俺みたいにあのバカでかい手の人間で、もう全くあの作業不可能なので、ちっちゃい手の人はできると思う、もしかすると。ほら、ここを突き抜けて出てきたわけですわ。あ、なるほど、なるほど、頑張りましたね。よく頑張りましたね。頑張りましたね。え、結局ね、原因はタイベルが切れたんですか？違います。これ見てください。これ、はい、ターボの、はい、ウエストゲートのアクチュエーター、はい、はい、ホースがぶっちぎれた。切れてるっていうか砕けてるよね。あ、すげえ。なるほど。これじゃあ上がり放題。あの北林さんは滑らんない嘘がかかりっぱなし。なるほどね。芸人できたんです。あの、あれですよね、安全弁が絶対に開かない状態になっていて、はい、バンと、はい、いや俺絶対1キロ以上上がんないように下がつもりなんだけど、いや 1.2 超えてたんだけど、ね、どういうことなんだろう。分かりました。なるほど。じゃあ北林さんは悪くなかった。地雷踏んでしょ。長尾か。地雷を踏んだだけ。それわざとでしょ。仕掛けとかでしょ。これがやったのかな。覚えてないんですけど。ボゾさんですね、地雷を埋めたの忘れちゃったんですか。あ、でも綺麗、まあ綺麗ですよ。そうですね。綺麗綺麗。これいけるかもしれない。あとは腰上がどうなってるか。はいはい、鉄粉が普通ね、やばいやつは。ちょっとキラキラするんだけど、一切触れがないから。あ、しょう
24年ほほう、この辺のホースもさすがに点検したからまあ大丈夫です。じゃあ行きましょう。どっかかかってます？ね。まあでもね、大丈夫、こういうのがあるから。エアコンのコンプレッサーはこの辺にくっつくかな。でこれを一回俺最初に乗せ替えやった時入れ忘れてね、はい、なんか調子悪いって、はい、でも走るんだよね。だけどなんか調子悪いな、回転の上がりが悪いな、やっぱり そこの隙間がやっぱりなくて蹴ってた。だいたいあなるほど、ね、このラインで作るんだな。いいはず、じゃあ大丈夫だね、うん、でこんな感じで、おーおーおーおおミッションが動いてる。これで、はい、エンジンを、ね、バックさせますか。バックさせてほしい。ちょっと待ってくださいよ。はい。でも作業をね、はい、持ち上げていただけますか。はい。ドリフトが今パイロットで結ばれてなくて独立で作業がパルスで制御されてるんですよ。ありえないっしょ。外見全く昔のと変わんないの。なんだこれ。これはあれで完成された感じなんだよ。なんかそうみたいね。プロが2人いれば。あ、でももうこのあれなんですね、時代はフラグコートじゃなくてダイレクトに一緒。ダイレクトに一緒。フラグってくるんじゃないの。はい、はい、こんなところにプラグが刺さってんだ。猿のカゴやすごい刺さる。猿っぽい刺さる。マイナスドライバーが、まあ、後で使うんだよね。今使う。いやもうスプラインはね普通に全然食ってるんだけど、はい、要は邪魔者が途中に入ってるからそれ以上締め付けられない。できないと思うんですよね。あ、大丈夫、下までちゃんと落ちてくれた。当たりです混んでる青ので。そんなにうまい。いやうまいと思うよ、この辺じゃ。そう、うん、一回も行ってもらえない。あの、なんだ化学調味料使ってないの。いや、だって、この距離で田沢さん行ったことないから。いや、そりゃ気の毒だ。気の毒だ。俺は何気の毒だ。俺なら毎日行くな。近すぎて。そう、なんかピンとこないんだよね。で、まして並んでなんかいたらさ、わ俺何が悲しくて並んで飯食わなきゃいけないんだよみたいな。行ってないんだよ。そうか、タンドリーしたからね。30分ぐらいあったもんね。タンドリー最高だね。ね、うまかった。先発したやつが大丈夫だよ、どうせ一定座敷なんだから。みんなで行っちゃよう、はい、配線は割と早かったね、一瞬で音も、うん、これあれですよ、抜く方が大変だったよね。抜けないなかなか。さそうだな。トータさんが輝いてるところは俺あんまり見たくないな。見たくない。あ、人が大変な時でしょ。ハサミニッパー、それ決まっちゃうだもん。ちょっと万歳三章オッケーですよ。いきますか。電極が刺さってる。これがオルタネーター。
ホースじゃないんだ。なんだ。おかしいな。インタークーラー外しますか。いや。オイルキャッチタンクか。笑われたんだよ、名前に。これ何このカストロ 2T の空き缶は何バーガーメン。え、カストロ 2T の時にピュアレーシングですか。こっちだ。よし、じゃあエンジンオイル入れましょうか。持ってきますか。そう、その辺からね、狙いを定めてね。そうそうそう、なんかじゃあこれ外しちゃいましょうか。あの、エンジン乗せる前につけとくべきだったんですね。もう忘れちゃいました。はい、なんで下からオイル出てるのみたいな。そしたらですね。腕が結構太いね、やっぱり。え、マスラッシュはどうしよう。あ、ちょっとエンジンかけてみますよ。はい。ほう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 。取れたかマンさん。セルフもあんない。お？はい、エンジンかかりません。はい。なんかゴクって言いましたよ。うん。ゴクとは言った。セルが回らないですか。どこの配線ですか。なんかゴクって言った、うん、なんか匂いません？大丈夫ですか、うん、スラスはこっち側につけました、うん、スラスはパソコンのあれが実際にすごい。まあドクターであそこりゃね良かったんだろうけど。へえ。オッケー。じゃあ止めていただけますか。はい。最後あれだね、一本の線だけなんだ。はい。それでね、下にちょっとね、はい、かませ物をしてフロントをこういう上がった状態にしたんです。私が持ち上げててもいいんですか。30分やってられますか。ちょっとチャレンジしてみないと。チャレンジですね。しょいます。いや、ちょうどよね、良さげなバンパーがあるから、これを持ち上げて。あ、大丈夫大丈夫。あれも十分。3本ついてるこっちに。さて。もちろんもう多いな。ありがとうございます。意外に。ガラスが割れないようにね。このフィッティングだけ確認しますね。ストライクに、あ、ストライクにガチッと入る。入りますね。はい。いや、こっちが、うん、はい、
閉めましたね。閉めますよ。スモールでも何でもみんなそうなんですけど、はい、2つついてるもので1つ切れると違反なんですよ、はい、だけどもともとついてないものは、はい、全然大丈夫です。お母さんもね、初めからなければ何の問題だ。あの、マスヤメカメラクルーの皆様、今日も一日大変ご苦労様でございました。本日の作業はですね、あの、大勢の皆様のご協力により、あの、滞りなく安全に、あの、確実な作業を行うことができました。またあの後日ですね、まあこういうことはない方がいいんですけれどもあのまたこのようなことがございましたらですね、あの皆さんの良きチームワークでこなしてまいりたいと思っております。今日は皆様よろしくお願いします。本当にね、あのありがとうございました。あの一人でやってる大変な作業なんですけどね、あの皆さんいたおかげで、あの一日で、まあ明るい時間にね、はい、作業を終えることができました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。でもこれ戸澤さんの苦労じゃないですよね。はい、戸澤さんすげえ頑張ってるけど自分自宅の前なんで。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。気のせいじゃなければですね、はい、重すぎるなって思います。なるほど。なんで？戸田さんすいません、気のせいじゃなければ重捨てになってるらしいです。パワー捨てポンプ関係って何かやりましたっけ？これはね、電動パワー捨てだから、はい、パワー捨ての、はい、あのコネクターがどっか抜けてるか、はい、ヒューズが飛んでるか、はい、後で見ましょうか、ね、でも走れなくはないですか、ね、ちょうどいいです。じゃあ大丈夫ですね。はい、はい、お疲れ様です。駅をなんかあさっての方向みたいですね。あ、先に行けと。あ、重捨て直った直った、それあれですね、あの走ってる最中に急にあの重捨てになるんですね。これ高速乗りたくねすごいなって振られるよ。ロールなんかね、ケツの不安感がビビくる。あのね、かわちゃんのランクがすごいよ。あー、確かにすごいロール。全然タナゴスリズラなかったですね。まあでもお昼ちょいちょいには終わるかなと思ってたんですけど、俺もそんな早く終わるかなと思ってたんですけどね、終わらなかったですね。まあ戻りですね。予定通りです。山田さんがエンジンを下ろしてくれてたけど、はい、あれも結構時間かかれるんで。かかるでしょうね。押せるほどじゃないにしろかかりますよ。しかも一人だし、多分1日作業か。いや、またこれでこのジムニーに愛着が湧きましたね。またいいね。そうそう、5ヶ月ぶりにジムニーがお店に戻ってまいりました。はい、お疲れ様でした。